10代、20代の皆様へということで、どうしてもお伝えしたかったことを動画でお伝えさせていただきました。多くの方にご覧いただきありがとうございます。本当はあれで終わりにしようかとも思っていたんです。でもよく考えると本当に大それたことなんですが、各年代の皆様に私なりにお伝えさせていただきたい、またフィードバックもいただきたいと思うこともあって、ちょっと大それてるんですが、今日はあえて30代、40代の皆様にお伝えさせていただきたいな、そう思ってこの動画収録しています。30代、40代の皆様、私は社会に出たのが94年バブル崩壊後でした。それから一度も本格的な好景気って経験したことがありません。だから逆に社会の行く末をむしろシビアに見てて、そういう中でこの社会をどう正しく変革していけばいいか、そのことをずっと考え続けた期間でした。おそらく30代40代の皆様がご覧になってきたこの人生のステージと社会の置かれている状況、ほぼ丸々いわゆる失われた30年、平成の30年と重なると思うんですね。皆さんが抱えておられる将来不安とか、お人によっては家庭を持たれたり、子育てを始められたり、将来の教育のことを思い悩んだり、そろそろいろんな社会の矛盾に突き当たられたりしている頃ではないかと思います。その矛盾に当たることで、だんだん人々は自分自身が社会の当事者としての感覚に呼び覚まされていくんですが、そういう年代の皆様と社会の行く末をシビアに見ながらも、しかしその中から新しい社会像を描いていく同志として一緒に頑張らせていただきたいなと思っています。最後に、昔、もうこれは数百年前ですが、孔子が30にして立つ、40にして惑わずと言ってます。ちょうど私も中央官庁での勤めに区切りをつけて立候補を決断したのが32歳の時でした。30代はむしろ20代、どんな上司に出会っても、どんな仕事に出会っても、出会わなくても、全てが社会に胸を借りる期間だったと感じてるんですが、30になると自ら立つ、むしろこの社会を作っている主要な主体的なプレイヤーとして責任も芽生えてくるし、権限もできてくるし、そういう当事者としての主体的な関与が問われてくる年代が30代じゃないかなと思います。それから40にして惑わず、不惑とよく言います。私も30代の時に40にして惑わずって一体どういう感覚だろう、そんなことを感じながら30代を過ごしたんですが、40になってみてなんとなく分かってきたのが、40になるっていうのは自分の弱点、至らない点、苦手なところを認めるっていうことなんだなと私なりに感じました。20代30代っていうのは自分の可能性とか求めていろいろもがくんですが、40もなってくると自分のいいところはいい、ダメなところはダメ、得意なものは得意、苦手なものは苦手、随分いい意味でも諦めもついてくるし、このほぼ完成したかもしれない生き物としても社会的にも、この自分とこれから末永く付き合っていきながら社会に貢献したり、自分の人生を大事にしたりっていう期間だな、そんなふうに感じています。30にして立つ、40にして惑わず、そういう心境の中で30代40代の皆様といろいろと対話をしながら新しい社会を考えていければと思っています。少し長くなりました。お付き合いいただいた皆様
ありがとうございます。小川淳也、30代、40代の皆様へでした。ありがとうございます。日本を良くしたい。小川淳也です。